テレビ東京ニューヨーク支局記者のウイです。混迷を深めるアメリカの大統領選挙、その勝敗の鍵を握ると注目が高まっているのが郵便投票なんです。実際にニューヨーカーは郵便投票を使うのか聞いてみます。 Will you vote in person or mailing vote? I'm gonna go, yes, I'll go there on voting day and I go. Oh. To me that's normal. You go, you do it. Simple.Are you vote for Trump? 100%. Oh, why do you think? Because Trump's taking those regulations off the backs of those corporations. Sounds like a good idea to me. Trump's gonna build a wall. That wall's gonna protect us all. Sounds like a good idea to me. He got the economy moving again with lower taxes for you, my friend. Sounds like a good idea to me.はい、ニューヨーク名物大道芸人は直接投票所で投票するということでしたが、ニューヨーカーからはこんな声も聞かれました。私ありがとう、明日見よう。 Do you plan on voting by mail this year? Yes, I do. And why so? Because of my age, I don't want to be exposed to other people. Just don't want to risk the whole coronavirus thing. やはり新型コロナの影響なんですね。10月16日の時点で郵便投票を含む期日前投票の使用者は前回2016年の選挙のおよそ4倍に達しているんです。そしてこちらが実際に有権者が投票する投票用紙です。広げます。長い。縦 96.52 センチ、横 21.59 センチもあるんですね。こんな大きなものを郵送するんです。中身ちょっとご覧ください。一番上は当然英語、しかしその下です、漢字、中国語です。さらにその下、あまり見慣れないかもしれませんが、これはバングラデシュなどで使われるベンガル語です。アメリカでは国勢調査の住民情報をもとに多言語で表記することが法律で定められているんです。移民国家らしいアメリカなんですが、英語ができなくても投票ができてしまうんですね。しかしなぜこんなに大きな投票用紙が必要なのか、詳しく中身を見ていきます。まず最初に書かれているのは民主党のバイデン大統領候補とカマラ・ハリス副大統領候補、共和党のトランプ大統領とマイク・ペンス副大統領候補の名前です。その横を見ますと見覚えのない名前が並んでいます。実は立候補しているのはトランプ氏とバイデン氏だけではないんです。独立系と呼ばれる候補者に投票することもできるんです。政府の役割を最小限にし、個人の自由を尊重すべきという新自由主義を掲げるリバタリアン党からは女性の上上限選手です。この上限選手、お酒を飲みながら有権者の質問に答えるという一風変わった選挙広告で政策を訴えています。 I would agree with the flat tax rate if it were a tax rate of zero. My goal would be to get rid of the federal income tax within one year for everyone because no tax is fair to anyone. 上限選手、8月にはコウモリに噛まれたことで一時選挙活動を停止、念のために狂犬病の予防接種を打ってから選挙活動を再開させたそうです。独立党からは仮想通貨業界の大物起業家ブロック・ピアース候補です。仮想通貨テザーの立ち上げなどにも携わり、推定資産額はなんと1000億円、世界の仮想通貨長者ランキング9位に入ったこともあります。仮想通貨を支えるブロックチェーン技術でアメリカドルのデジタル通貨化を急ぐべきと訴えています。The Chinese government has taken this concept and they are about to roll it out in full force by creating a digital yuan. This could undermine the US dollar's world reserve status. This is a very real threat.しかしデジタル通貨化はピアース候補の一番の公約ではないんですね。公約書を見ますと、そのトップにあるのは意外にも大麻の合法化でした。続いて環境政党緑の党が推すのはこちら、
ハウィー・ホーキンス候補です。It also means taking over the big oil and gas companies so that while we use those fossil fuels in the transition, the earnings go to reinvestment in renewables. If we leave it in the hands of Chevron and Exxon and the Koch brothers, they're just going to reinvest that in more oil and gas drilling.環境分野への思い切った公共投資で経済を刺激、新型コロナによる不況に打ち勝つと訴えています。財源は富裕層と大企業への増税ということです。19世紀半ばに二大政党制が定着して以来、こうした独立系候補には厳しい選挙が続いています。これらの候補をアメリカのテレビや新聞で目にすることもまずありません。有権者も投票用紙を開いた瞬間に見たこともない名前があり、混乱するかもしれませんね。さらに複雑にしているのがこの投票用紙、大統領選のためだけのものではないんです。この投票用紙、ニューヨーク市クイーンズ区というところの有権者のものなんですが、下にはそのクイーンズ区の区長選挙、アメリカ連邦議会の下院議員選挙、ニューヨーク州議会の上院議員選挙、同じくニューヨーク州議会の下院議員選挙、さらにその下、ニューヨーク市の民事裁判所の裁判官選挙にも同時に投票します。まだまだ続きます。めくって裏面、ぶち抜きで全部使っているのはニューヨーク州最高裁判所の裁判官選挙です。アメリカの多くの州では裁判官は公選制を取っており、選挙を戦わないといけないんです。なんとこの投票用紙1枚で7つもの選挙に投票する必要があるんです。こうしてようやく書き上げた投票用紙をこちらの青い箱、郵便ポストですね、投函して投票するのが郵便投票です。しかしこの郵便投票で実は多くの無効票が生まれてしまうかもしれない、そんな懸念もあるんです。こうした中、アメリカではこの人も郵便投票の方法を解説する動画を制作しました。Mail-in voting is an area where a lot of young people might have questions because we're not talking email, we're not talking Gmail, we are talking throwback, vintage, OG mail. But don't worry, I got this one. Once you receive it, open it immediately and read all the instructions. Make your choices, then sign it, seal it, and drop it off in a mailbox.Or a ballot drop box. That's it. オバマ前大統領は若者はそもそも郵便自体をあまり使ったことがないだろうと、そんな危機感を持っていたということなんです。確かにこの投票用紙を書き上げてもまだまだ油断はできません。こちらは投票用紙を入れる内封筒なんですが、その裏、署名欄に署名をし忘れてしまったり、この内封筒を使わずに返信用の封筒に直接投票用紙を入れ投函してしまう、これも無効票になる可能性があるんです。この郵便投票で若者やマイノリティの投票率が上がるとも言われているんですが、複雑な投票用紙や投票方法をきちんと理解し成功率を高める、これが重要になりそうです。郵便投票、果たしてどんな結果になるでしょうか。最後まで見ていただきましてありがとうございます。これを機にぜひともこちらへの登録をお願いします。画像をクリックしますとテレビ東京の経済ニュースをもっとチェックすることができますよ。どうぞよろしくお願いいたします。